こんばんは、ビリビリ人の牧です、本日も、オンラインスタアにアップする商品を紹介します。明日の27日21時ですねにアップする商品になります。詳しくは下の概要欄見てください。始めます。まずこちらチャンピオン、トリコタケですね。80年代の綿100のものになります。で、ヘンリーネックそもそも珍しいですよね。で、ハーバードで、ハーバードでって出るときってだいたい白で袖がえんじのタイプのものが多いですが、ネイビーボディのハーバード珍しいんじゃないですかね。はい、でましてやヘンリーネック最高だと思います。 XL ですね。僕でちょっとゆったりするくらいでやっぱり着用できます。やっぱり当時の XL なので若干やっぱ多少の縮みは出ていますが、問題なく着用できるゆとりが持って着れると思いますね。こちらネイビーのハーバードかなり珍しいと思います。7800円と消費税です。続いてこちらセブンティースですね。マーベリックのデニムシャツになります。シャンブレシャツですね。メイドイン US です、もちろん。で、こちらシャンブレのウエスタン、なかなかいいと思います。はい、そのラングラー好きな方だったりとか、まあいいですよね。ブルーベルのマークもしっかり入っていて、でサイズで言うとこちらで実寸で多分15くらいだと、14ハーフから15くらいだろうと思いますね。若干ですがここ接着芯というかリペアが入っていますが、問題なく着用できると思います。こちらでお値段7800円と消費税になります。続いてこちらファイブブラザーのネルシャツになりますね。まさかも80年代からの三角丈のものでミディアム表記になります。赤クロムブロックチェック、やっぱ定番ですね。こういったブラックのディッキーズなんかと合わせると今っぽく、まあ、デニムで合わせるのもねもちろんかっこいいんですけど、ブラックのディッキーズなんかと合わせるとストリート映えするんじゃないでしょうか。はい、こちらでお値段7800円と消費税になりますね。続いてこちらチャンピオンでレギュラーの50-50ボディですね。あとレイヨンが 3% 入ってました。ラージ表記になりますね。で、こちら染み込みで3段シカゴ入ってますね。やっぱり東海岸のなんかカレッジ出ると嬉しいですよね。やっぱり僕も西海岸のあのカレッジものだったりとかすごい好きで、あのテンション上がります、ピックすると。で、サイズもラージ表記、そこまでやっぱりあのレイヨンとか入っているのでチームは出てないですね。まあ女性の方などもさらっと着てたらかっこよく着こなせると思います。7800円と消費税です。続いて、こちらラッセルの90年代頃ですかね、年代 XXL いいですね。マイ V の USMA アスレチック3段プリントいいですね。やっぱりここら辺は大きめでザクッと着たらかっこいいんじゃないでしょうかね。はい、どうでしょう、コンディションもかなりいいと思います。やっぱりこの XXL ってサイズが今っぽくて非常にいいですよね。で、ミリタリープリントなかなかないと思います。こちらも7800円と消費税です。続いてこちらキンタグラッセルですね。ラージ表記、まあセブンティース頃のものだと思われます。スタンフォード大学ですね。かなりいい大学だと思います、地名。これなんとかカレッジとかユニバーシティが入らなくてスタンフォードだけっていうのがまたいいですよね。このアートワークにそそられます。赤ボディの白のラバープリント最高なんじゃないでしょうか。王道アメカジですね。7800円と消費税です。で、これ紐もついてます、オプション付きです。はい、続いてこちらラルフローレンですね。年代でいうとそこまで古くはないですが、こちらラージ表記で、やっぱりラルフなんで、このほんと前 V のセパレートポケットみたいな、やっぱりヴィンテージを彷彿させるデザイン最高ですね。で、下にこちらタグもついていて、3段のひび割れたプリントっていう感じですね。ラージ表記、僕でちょっとゆとり持って着れるくらいのサイズ感になります。まあさらっと普段着としていかがでしょうか。7800円と消費税になりますね。はい、こちらも90年代頃のレギュラーのセットになりますね。ちょっとラベルは欠損していますが、おそらくサイズで言ったら XL の縮みくらいでしょうかね。で、リフレクタープリントになります、エアフォースの。で、後ろもしっかり V が入っていてっていう、やっぱりリバースのエアフォースとか出たら、やっぱりちょっと値段的にも手出しにくいなとか、着づらいなって思う方もいると思うんですが、このレギュラーのリフレクターいかがでしょうか。普通にかっこいいと思います。さらっと着こなすくらいがオツなんじゃないでしょうか。7800円と消費税です。続いてパタゴニアですね。やっぱ今の時期マスのこのスナップティーになります。はい、こちらラージ表記になりますね。で、ただの赤っていうよりかちょっとバーガンティーが入ったような、で、パイピングがネイビーですごく配色いいですね、秋っぽくて。どうでしょう、
こういった感じで合わせてもいいんじゃないでしょうかね。なんかテーラードなんかの下に着るのも今っぽくていいのかなっていう。フリースのコンディションも最高です。まだふかふかしてますね。こちらのスナップティーでお値段9800円と消費税です。続いてこちら LLB になります。これ配色っていうか色 最高ですね。ちょっとサイズ表記は見えないんですが、おそらくこちら XL、まあ、L 表記くらいですかね。年代で言ったら80年代頃のものですね。でこちら筆記体に LLB と同系色で入るタイプ、最高ですね。やっぱ下にリブがつかないタイプで、ちょっと後ろから見たらコーチジャケット着てるような感覚で羽織れると思うので、まあ、先ほどの薄手のパーカーなんかの上にさらっと羽織ってもらって、まあ、スラックスなんかで合わせてもかっこいいと思います。で袖口のこのゴムの部分が伸びているものは僕たち基本ピックはしないです。ここがやっぱりしっかりあの生きているものを厳選して買ってきているので、コンディションは最高です。7800円と消費税です。続いてこちら中綿のベストになりますね。ブランド語、おーチャンピオンプラグスの、ラベルがついていてラージ表記になりますね。でチャンピオンプラグスのこのパッチがついてないプレーンのタイプになります。なのにこのブランドはチャンピオンって最高だと思いますね。で後ろちょっとですね、気持ちあのスレっていうか色がちょっと映っちゃってるようなものあるんですが、これはまた雰囲気でかっこいいと思います。ラージ表記、まあ、インナー使いとしてもいいですけど、寝るシャツなんかの上にさらっと羽織ってもらって、まあ、ディッキーズなんかで合わせてもらうとかっこいいんじゃないでしょうかね。こちらチャンピオンのベスト7800円と消費税です。これ無地珍しいです。続いてスウェットになりますね。こちらリバースウィーブでス、はい、でこちらトリコタグのラージ表記のものになって、で染み込みプリントになります。ネイビーの染み込みでトリコタグも最高ですね。どうでしょう、僕でサイズジャストくらいですかね。気持ち緩いくらいで着れると思います。やっぱそのトリコタグ自体最近もう本当に磨けなくなってきたっていうのと、やっぱり染み込みプリント最高ですね。でも申し分ないと思います。コンディションも最高です。19,800 円で消費税になります。続いてこちらも染み込みプリントですね。ミシガン、おーでこれもトリコのラージ容器、これも最高ですね。全体的なコンディションもいいと思います。袖口のスレ等もなくもう完品でしょうね。でミシガンの染み込み人気なんじゃないでしょうか。こちらでお値段 15,800 円と消費税です。続いてこれは刺繍タグのものになりますね。ラージ表記です。でこちらのアーチの2段プリント最高ですね。このプリントの入り方っていうこのレイアウト抜群にいいです。でコンディションもいいですね。まだふかふかしています。まあ、G ジャンなんかの下に着ると映えるんじゃないでしょうかね。アメカジ映えすると思います。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続いて僕もこれすごい好きな色です。ターコイズブルーの目付きのリバースウィーブになりますね。年代こちら刺繍タグ90年代のラージ表記になります。全体的にあの色あせっていうか若干 あの色あせはあると思うんですけれども、これはまたかなり雰囲気いいと思います。コンディションはいいですね。特にスレピンホール等なくいけてます。こちらで 15,800 円と消費税です。続いてスナップリバースウィーブです。タグが直近行されてますが、こちら L 表記になります。いかがでしょうか。まあなんかモヘアカーディガンみたいな感じで、やっぱりアクリルカーディガンとかすごい流行っているので、このスウェットカーディガンも絶対今後、流行ってくると思うので、まあ今のうちから言っといてほしいと思います。ネイビーのスナップカーディガン 15,800 円と消費税です。続いてプリントですね。うわめっちゃいいひび割れプリントです。これ最高ですね。おートリコの2枚タグですねのミディアム表記で、しかも紐付きのモスグリーンのひび割れプリント、めちゃくちゃいいと思います。はい、いかがでしょうか。コンディションもいいと思います。でそこまでミディアムですが、ちょっとここありますね、ミディアムですがそこは縮みは出ていません。やっぱ紐付きのひび割れプリントのフード最高です。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。なんか安い気します。これもプリントの入り方最高ですよね。単色ボディでしょうか、単色タグですね。やはりミディアム表記の青タンになります。やっぱりフードも小さくてこのでかいハトメ最高です。でこのダートマスグリーンっていうんですかね、モスグリーンが退色した感じもまたヴィンテージっぽくて最高だなっていう。若干ですがこちら色移りというかシミ汚れのようなものありますが、最高に雰囲気いいと思います。
この焼けた感じがいいですね。しかもこの3段プリントのアーチ抜群ですね。こちらでお値段39,800円と消費税です。次、おお、コロンビア大学、これも単色のハトメ使ってますね。でトリコミディアム表記のこちら2枚タグになります。ミディアムです。でこちらラバープリントの2段、最高ですね。やっぱネイビーとかカラーボディのプリントってなんかいいっすよね。はい、いかがでしょうか。コンディションもいいと思います。やっぱりそのグレーボディのパーカーよりやっぱりカラーもののプリントの方が全然出ないのでおすすめです。こちらコンディションもかなりいいですね。ミディアムですがそこまで縮みも出ていません。19,800円と消費税です。続いてこちらオールドのコーチバッグになりますね。でこちらがエンボスがメイドインザユナイテッドスイーツ、こちらアメリカ製のものになりますね。これ以降のものになるとやっぱりコスタリカ製とかになるんですけれども、しっかりアメリカ製のものです。でサイズ感でいうといくでしょう、こんな感じです。はい、あの表サンドヒルズとかこれ持ってなんかおしゃれですね。日比谷とかのとかでもなんか似合いそうですし、銀座とかにも合いそうですね。9,800円と消費税です。はい、続いてこちらコンバースになりますね。はい、アメリカ製です。もちろんちょっとヒールパッチ若干擦れていますがまだまだ履けるコンディションです。でこちらが年代でいうと、まあ、80年代ですね。ちょっと見えますかね、これ囲みが入ってる80年代のタイプ。ただまあここのアテネのステッチは入ってないので多分80年代も後半の方になりますね。でサイズ表記はこちら10ハーフゴールデンサイズだと思います。やっぱハイカットはいつも履いてるサイズよりちょっと1センチくらいアップして、あの紐ギャン締めで履くとかっこいいと思います。まあちょっとオールドパンクというかオールドロックを演出したい方いかがでしょうか。こちらが15,800円と消費税です。続いてこちら最高ですね、バンズデッドストックのものになります。で箱付きでもちろんで、しかも黒ヒールパッチって最高ですね。でこれここにも書いてあるんですけど、レオパードプリントっていう、なんかもうかっこいいし、サイズもないんでいいし、みたいな、デッドストックだし、みたいな、もう最高ですね、このクロスオール。これどうですか？どうですか？いかがでしょうか？こんな感じです。かっこいいですね。最高だと思います。こちら59,800円と消費税です。続いて、ジャケットいっちゃいます？はい。こちら80年代頃のものになりますね。 L 表記になります。でこちらタロンの槍タロンっていうんですかねが使われていて、これデッドストックなんですよね。裏地もすごい綺麗で、でこちらメイドイン USA の紙タグ付きっていう最高の白黒オンブレ短丈、最高だと思います。もしこれ着用するんだったら、僕だったら黒のスキニーにサイドカーブーツみたいな、まあ、コンバースのオールブラックのハイカットとかでもかっこいいと思いますし、まあ、合わせ方は様々だと思います。この短丈の感じでボックスシルエット今っぽいんじゃないでしょうか。デッドストックです。こちらでお値段15,800円と消費税です。続いてこちらレディース合わせのものになるんですけれども、エディーバーは、まあ、80年代90年代頃のものになりますね。でこちらサイズがウィメンズの S になるんですが、作りはかなり大きめです。正直僕でも全然着用できるくらいの大きさになります。でやっぱりレディースのものになるので、ちょっと肩パッドなども入っていますが、まあ、全然肩パッド外しちゃってもいいのかなと思います。しかもこれも白黒の、ダッフルコートなんか、まあ、なかなか出ないと思いますし、作りやっぱりエディバウアーなのでかなりいいと思います。でトグレもしっかりついていて、だいたいこういうのってこのレザーのここの紐の部分がもうダメになっちゃってるものとかが多い中、しっかり完品です。こちら12,800円と消費税です。これ最高ですね、いいレギュラーだと思います。はい、続いてアシッドブラックのこちらリーバイスのボアジャケットになりますね。でサイズが嬉しいですね、 XL 表記になります。このデカ文字のリーバイスのボアジャケットかなりいいですよね。作りも大きめで、まあリバースだったりとかも僕みたいなこういうちょっとアクリルのセーターとかの上に羽織っていただくと、もう今日多分僕こんな感じでもう最高に多分いいと思うんですけど、合わせ方で言ったら、はい、こちらでお値段が12,800円と消費税になります。次 M65 のフィールドコートになりますね。こちらはエポレット付きのものになります。ただまあアルミジップをこだわって僕たち厳選して買ってきております。でちょっとラベルは取れていますが、こっちはどうだろう、こっちのラベルは取れてないですね。まあ、サイズがおそらくミディアム
レギュラーとかだと思うんですけど、ミディアムとかだと思いますね。やっぱアルミジップのもの、やっぱなかなかやっぱ出てこなくなってきていますね。やっぱりアメリカに行ってもやっぱブラスジップのものほとんどで、アルミジップでなかなかコンディションいいもの出にくくなってきているので、ぜひどうでしょうか。12,800円と消費税です。続いてこれその初期のタイプですね。エポレットがつかないファーストタイプになります。はい、エポレットなしです。でこちらどうでしょうか。こちらもちょっとサイズ表記は取れてはいるんですけれども、このミディアムくらいだと思いますね。まあ、ちゃんとした実寸はウェブストアの方に記載するので、そちらの方参考にしてみてください。まあ、ファーストも特に出てこなくなってきています。いかがでしょうか。ぜひお持ちない方、やっぱりエポレットがあるとないのじゃだいぶ着た時の印象違ってくるので、そこら辺も面白いのかなと思います。15,800円と消費税です。続いてこちらは A2 のデッキジャケットになりますね。最高ですよねこのジャケットも。こちらラージ表記になりますね。でコンディションかなりいいと思います。はい、リブもここやっぱボロボロになってるのとかも多いですし、僕が、4年前ですかね、初めてベルベレジェンの初日の出勤日の時にこれ着てました。はい、懐かしいですね。なんかこんな感じです。まあステンシルとかが入ってないんで、逆になんか自分でペイントとかワッペンつけて缶バッジつけて遊んでみようかなとか、そういうのも面白いと思いますしね。はい、いかがでしょうか。やっぱりあの S だったりとかがミディアムが人気なサイズだったんですけど、今ならむしろラージくらいあった方がいいのかなって思いますね。こちら12,800円と消費税です。続いてパンツの紹介です。こちらカータースのペインターパンツになりますね。はい、でこちらにタグがつきます。もちろんアメリカ製です。でこちらフロントがスナップタイプになりますね。でこちらアイディールジップっていうんですかねがついていて、こちら実寸で3535って言って、僕だとやっぱりかなりサイズレングスウエストともに長いんですが、まあこんだけ色濃かったら裾上げして自分サイズに合わせて調整してもらっても全然問題ないのかなと思います。まあ言うてもレギュラーの年代なので、全然裾上げだったり切りっぱなしにしてもかっこいいのかなっていう、雑に履くぐらいがやっぱりペインターパンツそもそもの履き方だと思うので、これ1本どうでしょうか。自分色に育て上げてください。9,800円と消費税です。続いてこちらが、501のレギュラーのものになりますね。でこちら3630表記ですが、実寸ちょっとやっぱ気持ち縮んでますね。34くらいになってますかね。レングスも若干縮んで28インチくらいになってます。まあ色もまだ濃くて、いかがでしょうか。こういう感じでやっぱ最近僕レギュラーの501とかかなり履くことが多いんですけど、やっぱレギュラーってロックだなっていうか、まあヴィンテージもちろんいいんですけど、やっぱりレギュラーもいいですよね。なんかすごくレギュラーを普通に履いてるかっこよさみたいなのをすごい思ってて、おすすめです。まあ値段も手出しやすいですし、ここら辺もやっぱりかなり今後のこと考えると値段も上がってくるところだと思うんで、こんな感じでいいと思います。おすすめです本当に。やっぱシルエットも綺麗なんで、本当に持ってない方ぜひ一回履いてみてほしいですね。12,800円と消費税です。はい、こちらは501ブラックの先染めタイプになりますね。でこちら3432表記です。実寸でこっちなんか3331になってますね。先染めだとこの裏が白いんですよね。後染めだとこの裏地もブラックになるっていうか、いかがでしょうか。3331、これサイズある方多いんじゃないですか。ゴールデンサイズだと思います。僕はもう週の5日は501か505のブラックを履いてるんですけれども、本当に大好きな洋服です。501のブラック、ブラックデニムってこの年代の、先ほど紹介した年代に比べてインディゴの方とブラックどっち出るかと言ったら7-3くらいの確率で3ブラックス、やっぱり全然少ないですね。なのでやっぱり自分サイズが出た時はぜひ行ってほしいのかなと思います。最高の1本だと思います。12,800円と消費税です。続いてこちらがヴィンテージになりますね。こちら501ビッグEのノータブになります。ちょっとタブは欠損していますね。でこちらボタン裏が6番ボタンになります。かなり雰囲気ですねこれ。ちょっとパッチは欠損していますが、実寸で3331、まあもう雰囲気デニム欲しい方、まあそのちょっとモヘア合わせてグランジっぽい
スタイリングっていうか演出したい方は持っていくような一本だと思います。やっぱりそのポケットの入り口だったりとかリペア入っていたりとかはあるんですけれども、ここもですねちょっと雑なリペアがまたかっこいいっていうか、これはこれで完成された一本だと思います。こちらでお値段 29,800円と消費税です。続いてこちらもビッグイになりますかね、501ビッグイの、ただこちらはウエストがシングルの6番ボタンですね。おそらくパッチついてたらこれタイプものだったんじゃないのかなと思います。で実寸でこちら2929です。ニックニック、まあ女性の方でも全然あの履ける方もいらっしゃると思いますし、この色の濃淡かなりはっきりしていて芸術品だと思います。かなりヒゲも入っていますし、色落ちで言ったら最高の一本だと思います。はい、これもしかも蜂の巣とかも裏側も綺麗ですね。本当にちょっとウエストシングルなのでダブル X に近い年代なので色の深みがやっぱり違いますね。こちらがお値段 79,800円と消費税です。続いてこちらカバーオールになりますね。ボーイズサイズのデッドストックになると思います。でこちらがキング B っていうボタンがつきますね。でまあもちろんワークなのでトリプルステッチで縫われていて、ただまあ襟はシングルでここ縫われてはいるんですけれども、やっぱデッドストックの状態でっていうのがやっぱりミソですよね。あと、あ、こちらにタグがつくみたいですね。はい、こちらサイズが16って書いてありますね。まあもうこれが存在するってことはノンウォッシュデッドストックということになります。色も黒黒していて最高ですね。まああのお子様だったりに着せたらいいんじゃないでしょうかね。これでお値段が40年代ですね。 49,800円と消費税になります。はい、続いてこちらリーバイスの70505タイプの、こちら三角タグがつくタイプでシャンブレーになりますね。シャンブレーの70505タイプ最高ですよね。ただ実寸でこちら38くらいだと思う、38くらいじゃないでしょうか。でこちら年代でセブンティーなのでオレンジタブがつくタイプになりますね。この70505の異素材のものを探すと面白いと思います。コーディロイだったり、まあコットンツイル、まあこのシャンブレーだったりとかホワイトデニム、いろいろあると思うんですけど、結構珍しいピースだと思います。こちらでお値段 12,800円と消費税です。続いてこちらストームライダーですね。はい、こちらのタグがつきます。でサイズでいくとこちら実寸で42くらいだと思います。多分44表記のちょっと縮んだなっていう、やっぱりリーのこのブランケットなのでかなり色落ちが綺麗だと思います。いかでしょうか。このちょっとあの柔らかい感じ、ちょっとまたリーバイスと違う質感も最高だと思います。この襟コーディロイの感じもむしろ今っぽいのかなっていう、やっぱりリーバイスと比べて着丈が短いこのボックスシルエット、逆に今っぽいんじゃないのかなって思いますね。こちらのストームライダーでお値段 12,800円と消費税です。なんか安い気しますね、はい、続いてこちら70505のおビッグになります。ちょっとパッチバレとはいるんですけれども、はい、こちら見えるかな、ビッグイなんですよね。まあ、ちょっとリペアなどは入っていますが、これまた雰囲気かなりいいと思います。まあ、僕がもし合わせるとしたら、まあ、本当にブラックデニムなんか色の濃いめのパンツと合わせて着るのがいいと思います。こう全体的に色の落ちた感じも最高に雰囲気いいと思いますし、サイズも大きめなので今っぽく着用できると思います。こちらのビッグイ、お値段が 25,800円と消費税です。の次こちらマッコンタイプになりますね。今日僕もビッグイのマッコン着てるんですが、やっぱり着丈長いので着やすいですよね、70505は。じゃあこちらのパッチは欠損しています。でちゃんとビッグイがついていて色かなり濃いですよね。多分これからどんどんいい色になっていくと思うので、こういった中にセーターなどちょっと厚めのものを着ていくと、やっぱりここすごい蜂の巣作れるので、もしちゃんと色育てたい方などおすすめです。リバースなんかの上に着るともう最高だと思います。はい、どうでしょう、こんな感じです。最高の一着だと思います。やっぱりビッグイも本当に色の濃いもの出にくくなってきているので、ぜひおすすめです。 59,800円と消費税です。続いて 506WX ですね。まあファーストになります。こちらがちょっとパッチはやっぱり欠損してはいるんですけれども、
36表記だったんですかね、実寸で34くらいのものになります。はい、襟もこんな感じでかなり雰囲気はいいと思います。でこちらスライドの年式になりますね。いかがでしょうか。まあ女性の方ですかね、34だと、まあ、小柄な男性の方でも全然いける方は多いと思いますが、女性がさらっと綺麗めのニットなんかの上に着ていただいたら雰囲気いいと思います。こちらでお値段128,000と消費税になります。続いてもうこれは極上の文句なしの一着ですね。ちょっとこれレザーパッチが欠損しているんですが、実寸でこちら42くらいなので、まあ表記で言ったら44だったのかなっていうような。でこちらもスライドの年式になります。まあ、これも本当に言うことないですよね。全体的に色もまだ残っていますし、リペアがないんじゃないですかね。リペアなしの一着ってなかなかやっぱり入ってこないので、これも今月アメリカから入ってきた極上の一着になりますね。もう特に申し分ないと思います。ここら辺はまあ本当に値段も上がっていますし、この色の濃さでサイズも40アップっていうのがもう本当に出にくくなってきているので、お探しだった方はぜひ行ってほしいと思います。こちらが、100万円のタックスになりますね。よろしくお願いします。以上です。